皆さんこんにちは。公認会計士の小林修司です。本日は子会社の業務上の横領また発生しましたというところで話をしてみたいと思います。本日はですね、日経新聞の記事にも載っていたんですけれども、ある大手のその上場企業の子会社でですね、また業務上の横領が発生したという件について、ちょっと調査報告書等を見ていきたいというふうに思っております。具体的にはですね、グローリーという会社、ここの子会社ですね、グローリーサービスというところの会社で業務上の横領があったと、こういったような記事になっております。日経新聞の9月8日の記事になりますけれども、グローリーの子会社の銀行口座から約ですね、3億9000万円の着服をしたというような記事が載っておりました。このグローリーサービスというところは、コインロッカー事業を主に手掛けているそうなんですけれども、実際の着服金額は、この記事の中ではですね、約20億円超に上るというふうにも見られていると、こういったようなことになっております。で、なぜこういった不正があったのかというところなんですけれども、長年容疑者となっている一人、この人が一人で経理業務を担当していたと。そして入出金をチェックする仕組みも、実質上なかったと。こういったような形になっていると。ところが大きな要因ですね。この業務上横領したこの従業員の人は、主に馬券購入に、それは着服したお金を使っていたと。そういったようなところまで調査報告書には載っておりました。調査報告書はですね、2022年の3月14日に、このグローリーという会社のホームページから皆さん見ることができますけれども、調査報告書というものが公表されておりました。そして、それと同時に、第三四半期の、四半期報告書、これも訂正が行われていると、こういったような状況ですね。で、監査を担当していたのは、監査法人の東松になっています。グローリーとしてもこの子会社はね、内部統制の対象、評価対象に入っているので、内部統制の報告書はね、当初はね、内部統制は有効というふうに評価していたんですけれども、この訂正報告書の中では、有効には機能していなかったと、こういったような訂正がされております。そうですよね。金額的にもかなり大きいですし、これで内部統制が有効というふうに評価しているんであれば、会社としての内部統制もちょっと問題があるんじゃないかなというふうには思っています。これは第三四半期の、四半期報告書を訂正ということで、この会社は3月決算なので、6月には有価証券報告書が出されているんですけれども、監査論を勉強されている方はご存知のように、監査法人はこの内部統制報告書に対して、内部統制を直接評価するという責任ではないんですよね。会社が作成した内部統制報告書の結果ですよね。これについて、その結果が適正かどうかというところを判断するというところになっておりますので、この3月の有価証券報告書の中の監査報告書ですよね。この中では、内部統制に関するところの意見ということで、内部統制にかかる、財務報告にかかる内部統制の評価結果については、すべての重要な点において適正に表示していると認めると、こういったような位置づけになっているということになるんですよね。会社の方としては、第三四半期に内部統制が有効でなかったと評価したと。それを受けて、決算の内部統制報告書、こういった形で、東松が報告については担当していたということなんですけれども、この3月の時点で調査委員会というものが結成されて、そこには弁護士の他に公認会計士もそこのメンバーとして入ってるんですけれども、ここの公認会計士は当然東松ではなくてですね、KPMG の FAS ということで、これはコンサル会社ですよね。KPMG グループのコンサルティング会社の会計士がここに何人か調査委員会として関わっていると。こういった形で調査報告書が出されるというような流れになっております。いろいろこの調査報告書、皆さんも後で見ていただければわかると思うんですけれども、どういった経緯であと内部統制がどういうふうに機能していたのかというところが書いてあるんですが、それをちょっと今日簡単にかいつまんで、私なりの視点でピックアップしてみました。で、まずこの子会社、グローリーサービスというところは、親会社の JSOX の対象になる会社だったということになってるんですけれども、この従業員の人が自分のお金、会社のお金を引き出しているので、当然会社にあるべき金額の残高が帳簿上と一致しないわけなんですよね。そこで発覚をするのを防ぐためにですね、残高証明書ですとか、あとこれにね、差異がある場合があるんですけれども、その差異の調整表、こういったものを改ざんしていたそうなんですよね。
まあ、あとはまあそれに関連して、まあ、仕分けもねちょっと、まあ、適当にというか仕分けも辻褄が合うように仕分けを入れていたと、まあ、こういったことなんですよね。で発覚した経緯なんですけれども、帳簿上はねその本来あるべき金額が計上されているんですけれども、この会社で、まあ、この会社というかこのグループ会社で導入していた CMS キャッシュマネジメントサービスという、まあ、金融のシステムがあるんですけれども、まあ、簡単に言うとグループの中の一つの会社が、まあ、銀行みたいな役割をして、まあ、そこからその子会社にお金を貸したり返済してもらったりすると、まあ、そういったようなシステムなんですけれども、キャッシュマネジメントサービスというものがあります。でその中でですね、導入した2020年の5月からこの CMS を導入したそうなんですけれども、まあ、導入当初から、まあ、貸越限度枠が、まあ、超過間近とか超過していると、まあ、こういったような事態があったそうなんですね。まあ、要するにその CMS 上の残高がゼロで当座貸越、いわゆる、まあ、借入金ですよね。制度を導入した当初から、まあ、借入れの限度額を超えていたりと、まあ、そういったような事態があったので、まあ、グループ会社としてもグローリーサービスに対して警告を出したりね、まあ、注意アナウンスをしたりしていたそうなんですけれども、どうもねそれをねこう放置していたそうなんですよね。それでそれがなかなか改善されなかったので、2022年の1月に再びこのキャッシュマネジメントサービス上のその貸越枠を超過していたので、まあ、親会社の財務部長などがね、まあ、直接ねこう対応することで調査をしたそうなんですよね。そしてその取引履歴を見ていった中で、この容疑者とされる従業員の人の口座に、まあ、お金が振り込まれている取引記録が発見されたと、まあ、そこから、まあ、この業務上の横領が発覚したと、まあ、こういったような経緯になっているんですよね。そしてまあこの有価証券報告書の、まあ、訂正内容としては、まあ、現金のね帳簿上の残高があるべき金額よりも多く計上されていたので、まあ、その現金を減らすことと、まあ、この、まあ、従業員からね返済してもらうということで、まあ、長期未収入金を計上すると、まあ、こういったような内容の決算修正が行われているということなんですよね。でどうもですね、この従業員の人はそのコインロッカーの売上代金、このグローリーサービスの主な売上であるコインロッカーの現金ですね、売上金、まあ、これをですね、まあ、その担当の人が回収してきて、その容疑者とされる人に、まあ、経理なのでね、渡しますと。そうすると、この経理の、この従業員の人は、まあ、この金庫にね、入れて、後でその金庫からお金を取ったりとか、口座に入れるべきところを、まあ、口座に振り込まないで、まあ、自分で着服していたと。まあ、こういったような手口なんですよね。そして、その残高証明書、まあ、これはなかなかね、改ざんできないとは思うんですけれども、なんとですね、そのあるべき金額に合わせるようにですよね。当然残高証明書はあるべき金額よりも相当低い金額で、例えば3月31日時点のあなたのこの口座の残高、この会社のこの残高はいくらいくらですよっていうふうに記載されるんですけれども、まあ、その金額を帳簿上のね、あるべき金額に合わせる、着服しなかった場合の残高に合わせるように数字のその紙切れを切って、そこに貼り付けて、それをカラーコピーして、それをまあ証拠として上司に報告していたと、まあ、こういった改ざんが行われていたそうなんですよね。でその上司も、まあ、それがまさかねその改ざんされたものであるとは、まあ、気づかずに、まあ、そのまま OK ということで承認されていたと、まあ、こういったような経緯があるそうなんですよね。で、まあなかなかね今 PDF もそうですけれども、改ざんっていうものはね結構リスクが高まってるんですよね。ちょっと話がずれちゃいますけれども、電子帳簿保存法の、まあ、導入の一つの理由の中にもですね、その PDF で保存している場合に、まあ、それをね改ざんする、今 PDF をね編集できるソフトもいっぱいありますし、パスワードをかけていてもこうパスワードをね解除しちゃうサイトもありますよね。まあ、そういったところで保護をねロックを解除して、その PDF 上のデータをね書き換えて、まあ、それをプリントアウトすることで、まあ、本当のね資料のように見せることができるというところも、その電子帳簿保存法の導入の背景の一つには書いてあるんですけれども、やっぱりこう残高証明書もねパッと見せられてカラーコピーでねあれば、まあ、一義的には信じちゃいますよね。まさかねそんな経理の人がね残高証明書を改ざんしてるなんて思わないですよね。ただこの会社の場合ね、やっぱり私も何回かこういった YouTube でお伝えしたことはあると思うんですけれども、経理の担当者が長年一人だったっていうところがやっぱりねこの不正の
生み出す温床になると思うんですよね。おそらくこの従業員の方も入社当初からね、この会社のお金を取ってやろうというふうに思っていたとは思わないんですよね。やっぱりある時ふとこの自分のね、遊びたいお金の欲しさに誰もチェックしない、チェックしても、まあ、目くら板、本当にハンコを押すだけだと上司が、まあ、そういったことに気づいてしまった時に、じゃあこれをちょっとね、抜き取ってしまおうっていうようなね、魔が差したと思うんですよね。でそれを誰も牽制する機能がない、まあ、いわゆる上司に残高証明書を出すってところはあるんですけれども、そこもね、こう数字を書き換えたり資料を改ざんしても上司が見破れないということであれば、これは大丈夫だというようなね、その犯行の動機にね、つながったんじゃないかなというふうに思っています。やっぱりいずれにしても長年一人でお金を触っているというものは、どんな会社にもやっぱりリスクがありますよね。このグローリーというね、親会社でもね、東京証券取引所に上場している上場会社ですから、おそらくこの上場会社、親会社本体にはそういったような牽制機能というものがね、備わっていると思うんですけれども、私も監査のやっていく中で、たとえね、親会社が一部上場企業の会社であったとしても、まあ今一部上場とは言わないですけれども、一部上場の会社だったとしても、子会社に行くと、社長は一人、経理一人、あとはね、職員が数人いて、言い方悪いですけれども、いわゆるその自分のね、身近にあるような中小企業のような、そういったようなね、子会社っていうものは、やっぱりね、多くあるんですよね。一部上場企業の子会社であっても。当然そういったところはですね、もういわゆるワンマン社長的なところもありますし、経理の人もね、長年ずっと経理をやっていて、その経理の人が辞めちゃったら、その会社のね、経理が回らなくなってしまうと、まあ、そういったような長いその経験をね、その人に、まあ、一人に集中してしまっていると、権力がね、集中してしまっているっていうような事例は、やっぱりね、私の時にも見たことがありますし、今もね、やっぱりこう、お客さんがやっぱり中小企業とかの方が多いので、私自身もそうですけれども、やっぱりその経理に人を割くことができないんですよね。まあ、そういった中でね、こうやっぱりチェックする機能を有効にしていかないと、まあ、こういったような不正というものは、毎回ね、毎年、どっかしらではね、出てくるんじゃないかなというふうに思います。最近私が構成したニュースで見ると、やっぱりこう経理担当者がね、一人で業務上の横領が行われたということがね、非常に多いので、まあ、このところをね、なんとか不正を防止していく。そういった横領を防止していく制度、まあ、こういったものをね、考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そういった中でね、この動画ではね、お伝えできませんけれども、監査のね、いろいろ経験とか踏まえた上で、こういったような職務文章がいいんじゃないかというところはね、やっぱり監査をやってきた身としては、アドバイスできる余地はあるんですけれども、まあ、それをね、取り入れる取り入れないは、そのクライアント側が決めることなので、まあ、なかなかね、強制はできませんけれども、まあ、いずれにね、こういった危険性がはらんでいるというところが変わらないというふうに思っています。まあ、そういったことでですね、本日はそのグローリーという会社の子会社で発生した、まあ、業務上の横領についてということで、まあ、調査報告書をね、少し自分でピックアップしながら簡単にご説明させていただきました。なかなか経理をね、充実させる。どうしても経理は一人で、その人が長年やっているというところが、実態としてはまだまだ多いような気がしますけれども、そういったところでのね、横領の危険性、まあ、それについて、やっぱり注意していかなければいけないなということで、動画にさせていただきました。このチャンネルではですね、公認会計士受験生や公認会計士に興味関心のある方に向けて役立つ情報や、公認会計士として日々業務を行っていく中で思ったこと、感じたことを発信するチャンネルになります。チャンネル応援していただける方はぜひチャンネル登録をしていただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。